ソフトバンクは首位を改装しているものの、7月に入って2勝5敗。7試合で3度の完封負けを喫するなど、7試合で12得点と打線が低調。日刊スポーツ評論家の浜田千尋、54、は、救援後のラストスパートも見据え、得点力の改善が見られない場合は、クリーンアップの再構築を提案した。正念場の8月戦線。 4年ぶりの V 奪回を目指す国母ホークスにとって打撃復調が大きな鍵を握る。ソフトバンクは2位ロッテに8ゲーム差。投打に安定した戦いでシーズンを折り返したが7月は2勝5敗。少しばかり打線のつながり、勢いが気になる。 ハマナ対戦する先発投手が6月30日の日本ハム加藤期から8戦連続して左腕ということもあるのだろうが、打線の得点力が下がっているのは確か。そのうち3試合で完封負けを喫している。救援まで残り9試合、12日からの日本ハム3連戦、エスコンフィールドからの打撃状況など、戦い方も見守らないといけないが、 このまま低調が続くとなれば少し考えないといけないかもしれない。ハマナやっぱり主軸ですね。少しは変えてもいいのかなと思います。3番栗原、4番山川、5番近藤のクリーンアップです。並びも含めて固定しなくてもいいんじゃないかと思います。対戦投手との相性や対戦時の選手コンディションなどいろんな要素を考えながらになると思う。 例えば4番近藤5番山川と入れ替えてもいいし5番中村晃があってもいいと思う3番に近藤を持って行って5番に栗原を置くとかもあるのかなと場合によっては山川を67番まで下げてもいいと思う